はい、西武を抜いた、中央線抜いた、総武線を抜いた、あと残すはこの山手線だけですね。はい、どうもみちゃすです。本日もやっていきましょうということで、本日はね、鉄腕電車でバトルということでね、なかなか頭のおかしいゲームでございます。というね、まあちょっと試しに実況を撮ってみましょうということでやってみるところでございますが、まあそうですね、まあ、最初はフリーですかね。まあとりあえず関東をやりましょう。とりあえずで、これでね、皆さんにちょっとどういうゲームかっていうのを知ってもらうわけでございます。こうやってね、いろいろ種類が選べるわけですね。京成とか京急とか京王とか東武とかね、まあ、選べるんですが、やはりメチャス的には京成ということで、やっていきたいと思います。敵電車の有無を選択します。まあ敵はありでしましょう。コースの向きはこれでいいです。コースの時間帯、モーニング、ヌーン、イブニング、ナイトということで、まあ、黄昏時ということでイブニングにしましょうか。コースの天候は、ファインでいいですね。OK。はい。まあ、あのね、俺が口で説明するよりね、見てもらった方がいいと思うの。お前もうね、本当にね、おかしいんだよ、これ。もうさ、もう、見るからにおかしいんだよね。はい。ゴーということでね、マリオカートみたいにね、ちょっと前から、加速することはできないと、スタートダッシュはできないということでね、まあ、今、なんつうの、プレイしてるのがこの、形勢、うわ、ちょっとふざけやがって、ほら、今運転してるのが、この形勢なわけですね。まあ、全部で6台の、電車で対決するわけですが、多分ね、今ね、最下位ですね。早速最下位でございますね。で、前を走るのは、セーブでございますね。ちょっと待ってね、操作を忘れてるんだ。こうやってね、脱線しないようにね、こうやってうまく調整していくわけでございます。はい、京急、こういうね、アクションゲームっていうか、このレース系のゲームをね、実況するのがね、初めてのもんでね、かなりテンパっておりますけれどもね、頑張っていきますよ。はい、じゃあちょっと車線変更しましょう。車線変更しないとね、まあ基本的には追い抜かせないんで。はい、西武を抜いた、中央線抜いた、総武線を抜いた、あと残すはこの山手線だけですね。山手線の2平方系が1位っていうところがちょっとやるなんか消せないというかね、そんな感じがしますんでね。おっと、お前邪魔だな、お前。はい、こういう風にね、スピードを下げつつ、重心を動かしつつ、まあ、1位を獲得していこうよっていうところなんですがね、このゲームなかなか難しいんですよ。あのね、1位取るの結構むずい。うん、相当上手くないとっていうところ、まあ俺が下手くそだっていう説もあるんだけどね。これで車線変更しました。おお、これで1位に躍り出る。いやー、なんだなんだ、あーもうなんだよ、もうせっかく1位になったかと思ったら、もう邪魔くせんだよ。まあ、うわ、ちょ、まあ、こういう感じでね、マジでね、もううざいんすよ。そう、まあね、まあ、形勢ごときが、まあ勝てるわけないじゃん、このメンツにって言われたらそこまでなんですけどね。まあ形勢も一応大手施設ですからね、勝たないと、ね、流されるっていうもんですよね。成田空港アクセスはね、になってるわけですから、ここで勝たなければ、俺らの名が廃るというわけだ。そろそろちょっとゴールなんですけど、これをね、オーバーランしないように、駅に止めないといけないわけです。止まれー。あら、もうちょっと前だった。ちょ、あー、これもしかして最下位じゃないの。最下位だ。ちょっとね、このまま終われないので、ちょっとさすがにこのままで終われないので、もう一回やります。まあ、ただ、場所をね、変えたいと思います。ちょっとね、このままでは勝てない。ちょっと東北で行きましょう。雪景色の大自然を疾走するハイスピード路線ということでね、やっていきたいというふうに思います。まあ、雪に強いといえば、やはり東北地方の列車なんですけれども、ここでね、大宇ジュニアということでね、大宇線の701系を使っていきたいと思います。敵列車はありです。走行の向きは、まあ、じゃあ、リバースにしましょう。コースの時間帯、イブニング、ヌーンにしましょう。朝にしましょうか。朝にして、スノー。スノー。で、行きましょう。ね、わざわざね、
条件を悪くするということでね、1を取っていきたいわけですね。お、東北ということで、北北線が出てきましたね。東北ではないんじゃないかな。え、北北線って中部じゃねえって思うけど、お前。はい、行きましょう。最初のスタートダッシュが大事。はい。まあ、若干遅れたような気がしますけど、まあいいでしょう。右は何線でしょうか、これは。仙石線でしょうか、仙山線でしょうか、わかりませんけども、まあこれをね、最初に抜いていきまけん。ちくしょう、ダメだったか。ちくしょう。まあちょっとこういうね、技もあるんですけど、ちょっと今のはダメでしたね。路面電車になんか負けてたまるかって話なんで、ちょっとね、その辺敵対視していきましょう。はい。はい、これで4位でございます。でね、この東北はね、何がいいかって、まあ景色もいいんだけどね、曲もいいんですよ。曲もね、なかなかね、燃えさせてくれるっていうかね、そういう感じのね、あれなんですよ。そういう感じのあれって、意味がわからないけど。はい。まあね、こういう感じでやっていくわけです。まあ、ただいま5位ですね。こいつなんか、何これ ?415? わかんないけど。700何系とかそういう感じなのかな。あ、抜いた。オッケーオッケーオッケー。ざまみやがれ。あとはなんだ、仙台の地下鉄ですかね。あれを追い抜いていかないと1位にはなれないということですね。まあ、なかなかに難しいわけですよ。はいはい。あ、まあ、なんとなく操作を思い出してきました。まあ、これでなんとかね、位置を取っていきたいわけですけれども、まあ、こんなスピードでね、鉄橋なんか走って大丈夫なのかって話なんですけどね、前に踊り出られるのがすごくうざいので、全開でね、もう、ギア全開でね、走っていくわけですよ。前に出るなっつうの、お前、邪魔だよ、お前。はい。はい、こうやって押すこともできるんですけど、別にそれに意味はないです。はい、残念でした。はい、1位。はい、来ました。もうここでね、一両ね、保持していきたいところでございますね。はい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 。おっと、後ろから何かが来てる。またさっきの仙台の地下鉄ですかね。こいつね、最高速度がそんなに出ないっていうのがちょっとあれかもしれないね。はい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 。ただいま1位でございます。ちょっと後ろ行ってみよう。はい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 。はい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 。あー、危ない。よし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 。よしよしよし。あー、やべえ、なんかいろいろ出てきた。ちょっと待ってね、うまく止めましょう。止まれー。1位か。何かよー、もうほんとタッチの差だったな。愛蔵トレインって誰に負けたの俺。まあいいや、まあ2位通行でしょ、許してください。はいはい、まあ、リプレイはいいっす。はいはいはい、ということで、めちゃすてでございました。まあ、こんな感じでね、たまにね、鉄腕もやっていこうかなというふうに思うんですけれどもね。ということでございました。はい。ということで、日曜の朝から失礼しました。白熱しておりましたが、まあ、こういうゲームあるよということでね、やってきたけど、まあ、これなんかの、外国の電車バージョンもあるっていうふうに聞いたんですけどね、まあ、ちょっとそっちはあんまり興味ないんで、ね、こっちでやっていきたいかなというふうに思います。まあ、今度はね、なんか、なんだろう、ミッションをクリアするとかそういうのをやってみたいなというふうに思います。まあ、これもね、電車レゴとか BV とかと同様に不定期企画で単発でやっていきたいというふうに思いますので、そちらも、まあ、たまにやりますんで、見ていただければというふうに思います。ということで、めちゃくちゃでございました。ご視聴ありがとうございました。失礼します。